愛知のダラダラジオ。はい、ということで始まりました愛知のダラダラジオ、今週のテーマはリア充ですけど何かっていうね、はい、別に喧嘩売ってないですよっていうねテーマで喋っていこうと思います。で、先に言っておくと、これは俺が、ハイチがね、リア充ですけどっていう話をしたいんじゃなくて、あなたは今リア充じゃないとおっしゃってますと。ね、今多分これ聞いてくれてる皆さんに、あなたはリア充ですか、リア充じゃありませんかっていう二択ね、どっちでもないみたいな、その中間はなく、どっちかにしてって言ったら、おそらくリア充じゃないっていう方の方が多いと思うんですよ。自分の体感ですよ、思ってて。でも、そんな人たちに言いたい。いや、それリア充ですけど何かっていう感じ、いいかな、まあ、そういう風な雰囲気をね、先に分かった上で聞いていただけたら嬉しく思っております。ということでね、まあ、本編に入っていきたいとこなんですけど、先にね、言っておかなきゃいけなくて、で、最近動画投稿ができておりませんすいません、本当に。だって月曜日に、いつも顔出しでね、アドバイスというか、こう何かを伝える動画を撮って投稿してるんですけど、それは死守しようと思って撮ってるんですよ。それプラス多分ダラダラジオしかも撮れてなくて、であとは生放送かぐらいなんですよね。で、授業動画がね、全然投稿できてなくて本当に申し訳ない。頑張りますまあちょっとこれはね、また違うところで話そうと思うんですけど、そう、3月からずっとこう取材とかメディアの露出とかに、結構こうね、来た仕事を全体的にも受けるようにしていて、やっぱそれが入るとですね、もう毎日埋まってて、そうで、撮影時間がもうね、物理的に取れなくなってるんですよ。そう、それが本当はね、 YouTube がこう、メインフィールドだからさ、良くないなとは思ってるんですけど、今自分がやるべきことは多分こっちかなと思って、そう、毎日迷いながらではあるんですが、ちょっと奮闘しておりますので、もう少しね、ちょっとお待ちいただけたら嬉しいです。ということで、本編いきましょうか。で、何が言いたいかっていうと、今回はそのリア充ってさ、ちょっとこれみんなにも考えてほしいとこなんですけど、リア充って何をもってリア充だと思います？これは別に一般論でも構わないですし、みんながね、もしリア充じゃないなと思うんだったら、何を満たしたら、何の条件を満たしたらリア充だと思います、自分が、っていうのをちょっと考えてほしくて、これは真面目な話でね、考えてほしいとこなんですけど、どうしてもリア充っていう言葉、リアル充実ですよね。リア充っていう言葉が、その恋人がいることがリア充っていうのは、多分一般的にというか、多分言われやすいとこだと思うんです。テレビとかドラマとかでもそうだよね、結構ね。だから自分は全然そんなこと思ってなくて別にリアルが充実してるっていう言葉の短縮であるならば、もし恋人がいることをリア充っていうふうにも意味合いが置かれてるんだったら、多分俺が話してることはずれてるんだけれども、そうじゃなくてリアルが充実してるねっていうことが前提なら、別に恋人の有無、恋人がいるかいないかなんて関係なくねっていうふうに思ってるんですよ。何が言いたいかっていうと、そのリア充の定義を自分で決めちゃおうぜっていう、やっぱりよくね、このダラダラジオとかでも言ってることだけど、曖昧な言葉だからこそ自分で定義しちゃえばいいんですよ。決めちゃえばいい、意味を。で、それが大事。なんかね、曖昧なものを曖昧にしとくから曖昧に悩むんですよ。そう、なんとなく悩んでしまうっていう。そう、だから何をもって自分がね、そのリアルが充実してる状況って思うのかっていう。例えば、俺高校の時は結構リア充だったと思うんですよね。別に恋人がいなかった時期も、全然恋人がいた時期もあったけど、で、何かっていうと、俺の幸せはですね、うちの学校途中から、0次元目が始まったんですよ。新学校に変えていくぞっていうね、当時血迷ったかって思ってましたけど、普通に8時過ぎとかに登校してたのに7時半から授業始まったんですよ。0次元目かな、7時半だったかな、じゃあ8時かな、7時半8時はさせちゃったけど、だから家を6時半とか7時前に出なきゃいけなくて、チャリ通、自転車通学だったんだけどね。で、毎日さ、行く途中、俺自転車で30分ぐらいだったの、高校が。だから途中にローソンがあってさ、そこでパン、菓子パンのさ、細長いチョコチップパンみたいなの分かるかな、6本入りみたいな、多分ね、イメージできる方いると思うんだけど、あれがめちゃくちゃ好きで、だから太ったんだけど、めちゃくちゃ好きで、それを買って、でも6本一気には食べないから、その0次元目行く前に1本食べてみたいな、
その6本の幸せ6本のチョコチップパンをどう分配して食べるかとか、そういった時間が俺幸せだったの、すごい。え、寂しいって思った。いやいや、本当俺幸せだったの、それが。そうで、まあ、自分はね、もちろんまあ中学の時のさ、いじめの今経験が強かったから、それと比べればさ、もう全然平和だし幸せだなって思いももちろんあったんだけれども、でもちろんその時は気づいてないよ、うん、そんなことは、あの幸せの定義なんてって考えたことなかったけど、でもその大学の時に、まあ、自分ちょっと病気をね一回ちょっとしてるんですよ。で結構まあ一生治らない病気なんですけど、でそれを医者に言われた時にさ、やっぱり、ね、命って無限じゃねえんだなって、当たり前なことなんだけど、改めて突きつけられたわけ。命はいつかついえるっていう。で自分も急に病状が悪化する可能性もあるよって言われた時に、なんかその先生が、明日死ぬかもしれない、容態が急変してね、死ぬかもしれない病気は、その極論だよ、極論だけど、だから、そういう風に意識して生きてねみたいなこと言われたわけよ。でそれがね、俺もズバズバ刺さっちゃって、荒れたからしばらく、その時もうなんか人生終わったかと思ってね。でもいろいろ考えた上で、自分の中で受け入れられたわけで、その時にこう、まあ、曖昧なことに悩むことは今でもあるけれども、なんか自分の人生は自分らしく生きないかなって思ったんだよね。そうだから、まあ、今回の話にもつながるんだけれども、自分で決めちゃえばいい。そうだって他人が幸せを決めるわけじゃないもん。だって他人が俺にくれないし、幸せどうぞってくれないでしょ。でももちろん他人の周りの人も、発言とか応援とかで自分が幸せな気持ち、温かい気持ちになることはたくさんある。みんなからもらうコメントとか、みんなが高評価をしてくれる、そのポチって一個ね、みんなにとっては一瞬のポチっていうボタンを押した動作かもしれないけれども、こっちからしたらすごくそれで励まされるから、そういったことはあるけれども、でもやっぱ最終的にそれを幸せって思うかどうか自分次第じゃん。今みんながさ、画面見てて高評価と低評価あると思うんだよね。まあ、かんない、ダラダラ上だから多分高評価がわかんない150とかで、低評価が多分11-2とか、まあ、そんな比率なのかな、わかんないけど。でさ、どっちを見るかなのよと。でやっぱりどうしても人間ってさ、ネガティブな方に目がいっちゃうわけよ。自分よく絵画、絵でさ例えるんだけど、その綺麗なキャンバスあるじゃん、絵を描くやつね。それにさ、綺麗なさ黄色とかさ、その、まあ、青とか分かんないけど、綺麗な絵を描いてるわけ。 そこにさ黒い点をさ、絵の具を一滴垂らしちゃったらさ、その黒い点ってめっちゃ目立つんだよね。そうなぜかっていうと、やっぱ強い色だから。でネガティブな発言とかもうやっぱそうだと思ってて、悪い噂もそうなんだけど、どんなに綺麗な絵を描いたとしてもやっぱそこに目がいってしまうんだよ、意識しないと。そうだけど、じゃあ俺が低評価11を気に入って12かを気にしてさ、もう12人も低評価をして、あダメだ俺はってなるのか、いやいや150人が高評価をしてくれとるやんって、そっちを見るのかって、どこに着目するかってやっぱ自分で選べると思うんだよね、うん、だからまあちょっと話がずれちゃったけど、何をもってリア充なのか、何をもって幸せなのか、それが友達が多いことなのかわからんよ別に、うん、俺は友達は少ないけれども、俺はすごい幸せだと思ってるし、リアル充実してるからね。そうで、それは他人が干渉しないと、幸せを感じれないこともある。例えば恋人がいるかどうかって他人が関わるじゃん、友達もそうだよね。でも自分一人で成立できるものもあるわけよ、うん、自分が努力して何かを成果を生み出すっていうのは自分一人で完結できるから、うん、だからそういったものもあるわけよ、うん、だからなんかそういったこと、いろんなものがあるから、幸せとかね、リア充に関しての選択肢もそうだけど、だからそういったものをちょっと広い視野で考えてほしいなって。だから例えば、まあ、自分ね、うちの塾講師の時の生徒もそうだったけど、自分はね人生が楽しくないと、リア充じゃないっていう子もいるわけよきっと。でもさ、あの話を聞いてると、いやめちゃくちゃ俺にとっては楽しそうだぞって、俺の中学校時代よりは幸せすぎてちょっと分けてほしいんですけどみたいなと思うわけ。でも自分じゃやっぱり気づけない、なかなかね。そうそうそう、だからまあ、本当はね、みんなのことをさ詳しく俺が知って、一人一人知って、いやいやそれ超めっちゃ幸せやんって言ってあげれたらいいんだけど、それはできないから、ちょっと俺にはね。そうだからなんか一つの視点として、ちょっとこうなんか自分は不幸せって思ってる違う角度から、もしかしたらちょっと冷静に考えた時に、あでもほにゃらら、まあ、友達がいるなとか、それはネット上でもいいかもしれない、全然ねいいかもしれないんだけど、誰かがいるなとか、ちょっと話せるやつが一人でもいるなとか、うちの犬めっちゃ可愛いなとか、いやそれも大事だと思うんだよ、うんね、だからそういった風に、思ってもらえたらいいなって思います。
どうしてもネガティブな言葉、ネガティブな思いっていうのはネガティブを呼んでしまうので、そうだから自分が不幸せだな不幸せだなと思うと、自分の不幸せなポイントばっかり目がいくのよ。だからキャンパスの黒い点ばっかり目がいく。だから全部黒に見えるんだけど、いやもうちょっと引いてみてごらんって、めちゃくちゃ綺麗な絵ありますけど、綺麗な色使ってるよ君の色、あのね絵はねってなってると思ってるんだよね。だからまあそういった視点をねぜひ持ってもらえたらなと思っております。はい、以上です。あの冒頭にもね話しましたけども、ちょっとなかなか動画がね投稿できてなくて、まあ、もしかしたらねいろいろ思うことがある方もいると思うんですよ、ね、お前が YouTube が、ね、ホームグラウンドなんだから YouTube 頑張れよっていうのも、まあ、多少言われているので、いや分かってるんですけど、分かってるんですけどね、まあ、両立できるように頑張ります。で、多分来週のダラダラジオあたりでは言えるかな。近々ちょっとテレビにちょこちょこって言えば3つぐらいなんだけど、出る予定がありますので、まあダラダラジオね、告知があるときはそのサムネイルって画面にも出しておくから、ちょっとそこも気にしつつ、よかったらねテレビも見てもらえたら嬉しいです。あとあれ、今週の木曜日だよね、今週の木曜日、今週も来週って言い方の方がいいかな、22ですねの、19時7時からYouTube ライブで、俺のチャンネルじゃないんですけど、群馬県の知事、県知事です、山本知事ですね、と、生放送で対談してきますので、ぜひぜひもう笑ったでしょぜひね、お時間ある方は、ちょっとお忙しい時間だと思うんですけど、30分ぐらいかな、1時間の生放送なんですけど、前半30分だけなので、ぜひ聞きに来てくれたら、そして応援コメントをいろいろいただけると励みになりますので、よろしくお願いいたします。ということで今週は以上でございます。またね来週何か喋っていきますので、よかったら次回も聞いてみてください。では今週1週間もね頑張っていきましょう。それではまた来週会いましょう。それではまたね、バイバイ。